失礼しまーす。おはようございます。中さん、レベルアップおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。レベル39。ドラクエだったらパルプンテとベホマズ覚えるんだって。見て。納豆とろろ明太子があったからこれは進むっすね。すごいんですよ、私の大尊敬するレジェンドの堀江光子さんや影山博信さんや串田明さんからもお誕生日おめでとうって連絡が来て、あとラパンプの ISSA さんからスタバの LINE チケットが届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。改めましてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日はあの毎年恒例の中川翔子バースデーライブ本番日。ずっと納豆持ってるけど誕生日に大好きな歌を歌えるって一番幸せなご褒美だなって思います。最近ミラクルなことがすごい続いて、道徳の教科書になんか文章が載ることになったんです。すごいミラクルが続いて、なんで年齢を重ねるというか年齢非公表なんだけど、レベルが上がっていくことによって本当に経験値と新たな出会いと発見があるんだなって最近すごい感じるので、ひたすら健康に気をつけようと思います。健康が一番大事ですね。去年もしょこたんフェス出てくれたあのビームのみんなが中川さんにプレゼントを。ひー、申し訳ない。そんなそんな。ビームちゃんありがとう。中川翔子さん、お誕生日おめでとうございます。かわいい、ありがとう。ビームちゃんかわいい、いいですか、ありがとう。一生懸命働いてくる、それでこれをゲットしてくる。ありがとう、かわいいね、かわいいね。チュールあげたいね。うちの猫より若いんですよ。ライちゃんより若いです。ありがとうね、嬉しい。まさかチョコレート、嬉しい。一番大好きだよチョコレートが。ありがとう、本当にありがとうございます。ありがとうね。今日オープニングアクトガンガンぶち上げてくださいね。はい、皆さん、あの話ですけど、話なんですよ。ちょっと浮かしてちょっと汚れない感じしてる。これだ、私で納豆いいな。ごめんなさいね。嬉しい。 YouTube チームとマネジメントからプレゼントです。おめでとうございます。嬉しい。なになになんでそんな、すいません、すいません、なんかごめんなさい。ありがとうございます。いい、見て、わー、まさか持ってない。うわー、私何年も憧れてたんです。すごい嬉しい。どうやって使うんだろう。憧れちゃう、みんな持ってて。ペイペイ、あー嬉しい。ありがとうございます。超憧れてた。うわー、うわ嬉しい、本当にありがとうございます。なんか恐れ多いです、こんな生きてるだけで幸せなのにね、こんなにいっぱいハッピーをいただけて恩返しできるように。3レベル39だから。何言いました。何でもない。レベル39だからサンキューで感謝の年にしたいなって思っています。なのでお友達のみんなにも周りの皆さんにも感謝とサンキューをね積み重ねていけるように頑張りたいと思います。はい、いや、すみません、中さん、納豆食べないところ、失礼いたしました。おくつろぎください。ひじきついてないか心配なんで。ありがとうございます。今日はいっぱい歌うんでね、頑張りますよ。昼夜でね、曲全部変えるの初めてなんで。ひぃ、じゃあ、ウィムちゃん、よろしくお願いします。一緒に頑張ろうね。ありがとうございます。嬉しい。やった、やった。全然できない。できる。うわぁ、ウィムちゃん、かわいいね。うわぁ、かわいい。かわいい、かわいい。すごい。食べよう、食べよう。うん、うん、ギザオマス。さっきまで納豆食ってたの。いいマリアージュですよ。ふう、もうなんか張り切ってます。張り切ってる。うん。お腹壊したけど。壊したの。いや、ライブの日ってさ、体が話聞いてるんだよね。ニキビが巨大なの治んなかったし。いつもで。常に。わ。
ちょっと待って、して絶対に AAO 絶対に成功させよね AAO、はい、絶対に成功させよね AAO 笑顔笑顔もう笑顔あと口をクリンバーで、はい、じゃあ行きましょうマサさん意識2回公演すいません本日感謝の年にするべく恩返しできるような歌を歌いたいと思いますので悟り全部違って一番大変なのはキトレンジャーって分かってるんですいや歌ください頑張りましょう、はい、では右手のトゥットルでお花を作っていきますギザギザギガントギガントエヴァカルトーマイルワーイさあ本番いくぜよろしくふぅ、頑張るぜ。お願いします。あ、お願いします。
頑張る。
バースデーライブが
全部終わりました、声がしゃがれてるだけど楽しかったです。やっぱり生きてる中でこんなに興奮できて、こんなに幸せって思えて、やっぱり歌う時が一番好き、すごく思います。ぜひお友達のみんなもね、これからも新曲もあったりとかねしますので、ライブやり続けられたらなって思います。私の一番大切なライフワークなので、ぜひ遊びに来てほしいなって思います。すごい楽しかった。やっぱ一緒にレベル上げてきてるみんな、懐かしい曲での爆上がりスイッチ見ててめっちゃ楽しかったし、大丈夫かなこれやってみたいな思っても大丈夫なんですよね。やってみちゃうとみんながすごい楽しむ、天才たちが貪欲に楽しんでくれて、もうなんか歌がこんなにある人生になって本当に幸せでした。歌わせてくれる、未来にしてくれてありがとう。みんなが大好きです。未来のことって分かんないけど、きっとまたライブができると信じて生きてまいりますので、 YouTube も頑張って、そして歌いたいね。はい、ということでいい曲いっぱいあるので、サブスクでも曲聴けますよ。そしてね、オホーツクに Q の新曲もねありますので、愛してください。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。死ぬんじゃねえぞ。はい、お疲れ様でした。昼夜公演無事に終わってお疲れ様ということで、縁起物なんでバースデーケーキ、かわいい、かわいいけど食べまーす。えい、あ、あ、怖い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 。いや、躊躇するよね。いや、躊躇するよね。めっちゃかわいいんだけど、ピンクで。でも最初中川さんの首から取ったらいいじゃん。あー、かわいそうかわいそう。でも私より足長いから。いきます。じゃあミラクルボンベのここ、いただきます。お疲れ様でした。うん、うまい。うん、寿命が伸びる味がする。ニザンジャ食べよう、みんなで。イエーイ、すごいよ。本当にバンドの皆さんかっこよすぎた。カンナさんも長山さんも食べよう。いただきます。おいしい、味もおいしいよ。じゃあ本当は食べない時間なんですけど、縁起物だ。そうだ、あ、縁起物だ。そうだよ、気付けてるのに。こういうのはね、すげえ、今井くん恩着せが欲しい。いや、なんか MC で言ってんのに、あいつ食ってたじゃん。なんか嫌だなと思って。なるほどね。今井さんも食ってくれた。小山さんも食べよう。いただきます。おいしい。いちごと一緒に食べるとやばい。うまい、うまい、うまい。最高。この見た目なのに、味のクオリティもね。可愛い、このスリッパも。うん、ありがとうございます。おめでとうございます。かわいい、かわしねえな。おいしいよ。おいしいね。みんなで食べよう。ハンナさん恐竜だから食べてよ。はい、いただきます。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。